お疲れ様です、マッフィーです。今日もやっていきましょう。意味わかんない法則ですね。なんだこれ、もうなんか HP 下がってアタック上がったり下がったりみたいな感じなんですけど、使っていくのがこの能量メヒストですね。正直あんまり自信なくて、今日の法則ってなんか暗黒とか速攻竜とか普通にいると思うんですよ。やっぱ代償がいないと思うんでね、あの辺がいて、あと吸収とかもいるかなって感じなんですけど、まあ、一応暗黒とか速攻竜来ても対応できるような構築にはしてるっていう感じで、まあ、そのとりあえずゴリ押しですね。このティターニアを入れることによりみんな HP 下がってるんで、このティターニアからね、まあ、しばきしばきっていうのを狙っております。あとリリティエがさっき言った通りね、結構刺さる対面が少ないと思ってるので、マイティにしてます。ということでやっていきましょう。まあ、実際さっきちょっと潜ってて耐久と暗流にしばかれたんで、普通に今日の補正メヒストは結構きついとは思いますね。でも、まあ、メヒストを組むのであればこういう構築にするとまだ勝てるかなって感じで使ってみます。てかそのあれなんですよ、メヒストを使うのが久々っていうか、使いたくなってきたんでね。普通に最近使ってなかったんでね、あんまり使ってなかったから、ちょっと使いたいんでいっちゃいましょう。今日の補正の正解なんだろう、割とマナグリなんかな。でも HP 低いしどうなんだろうな。でも速攻竜かもしれないな。割と速攻竜説ある。もう今の環境速攻竜使っとけば勝てる説あるから、ね、結構ねゴリ押し環境みたいなところが若干あるんで、まあとはいえ速攻竜って何のデッキにも勝てるポテンシャルあるけど、どんなデッキにも負けるポテンシャルもあるからな。本当に使うの難しいデッキなんで、僕はねこういうノールメイソみたいな、まあとりあえず強い駒入れとけば勝てるやろみたいなデッキの方が勝てる感じがするんでね。ということでやっていきますか。一回見させておきます。メヒストはね結構 PS いらないんでね、個人的にはミサトいっちゃいます。よいしょ。メヒストはメヒストとかラニとかあの辺はね初心者向けのデッキなのかなって思ってますね。速攻竜とかね、まあ、速攻竜も初心者向けかもしれないけど、逆になんか上の方だと初心者だと勝てないみたいな感じだな。だから上のこれダイマス隊だと上級者じゃないと勝つの難しいよっていうのが僕の速攻竜のイメージですね。さあこれアルカいっちゃいましょう。削りまーす。さあジュディリーダーということなんで、あんまり火力出てないっていうか出されないんで、これも囲っちゃってのオーラは引いてない。 OK。 相手はガトーさんですね。で今日のせいで考えても相当火力は落ちてる方ですね。いらっしゃい。マイチ、あーこれマイちゃんいっちゃってもいいな。マイちゃんいっちゃいますか。オーラ引いてないし今貫通切ったんで、よいしょ。こういう対面でもね、リリティエは腐っちゃうんですけど、まあ、マイティだったら一応ダメージ返しは狙えますよと。OK、このマイティでダメージ返しちゃいましょう。言うてそんなに大きいからダメージではないんですけどね。2000もいかないのか。いらっしゃいませ。OK、ここは春で削っていくかな。よいしょ。春の歌。OK、削っちゃいましょう。言うて楽しみまま削れてるから、あとは。バイセとか通るなり引いておけばと思ったけど、そこでオーラ引くのは違くない？あ、オッケー、そっちね。オッケー、オッケー、オッケー。これエンデが圏内入りまして、引き見てからですね。いらっしゃい。いや、中途半端なやつ来たわ。うわ、これ中途半端だなぁ。また通るかエンデが引けば、ん？これ、ルキアは絶対違うな。守護者打ってからのエンデが飛ばせない。オッケー、これはもうエンデがですね。3ターン耐えっていうのは多分厳しいんで、エンデがかかるって通るか、ビーナスか、バイセ引いていけば勝てるみたいな状況を一応狙ってみたいと思います。さあ、ビーナスいけんのかな？今日わかんないけど。あー、このウェイ。ウェイ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 、このウェイ。なんかいけー。はい。お、ティタ引いたね。でもティタ、いやー、そこ乗ってくるのはありがたいけども、ティタは、3,300、まあ止まないな。これ6つしかないな。6でここですね。さあ、これ耐えるしかないですね。3枚返しか、もしくは周りのコンボ。これで事故ってくれれば勝ちなんだけど、でも12人なんだし、なんか事故ってくんね。事故ってくんね。事故ってくんね。事故ね。あ、ダメか。うわー、持ってるコマ。これ、カンライズの匂い。カンライズ、エルキスの匂い、やばいですね。でもこれはもう打つしかないよ。エルツ。エルツだったら耐えれる。エルツ来い、エルツ。オッケー、マロリン。よし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 。あぶねー。まあ今のは、助かりましたね、普通に。よかったよかった。まあ、これはティターニア打ってもいいんですが、言うて守護でも飛ぶんでね、守護打っちゃいましょう。よいしょ。あ、オッケーオッケー。危ねえ危ねえ危ねえ。まあ、ジュディリーダーだからね、結構その S ゴマとか連打されるかなっていうところがちょっと怖かったんですけど、まあ、言うて大丈夫でしたと。よし。危ない危ない。かけら1枚回収しまして、かけらって1枚って言わないか、1個っていうか。ではもう一回いきましょう。さあさあさあ、
そういえば気づいたことがあってさ、今月カップ戦あるじゃん。で、来月チャンピオンシップですね。チャンピオンシップどうだった？セカンドシーズン。俺7位だったけど、多分今回はきつい気がするな。なんかいろんな、まあ、ルールとか全然別に分かんないんですけど、まあ、前回結構運良かったんでね、3デッキバトルで勝率 90% 取るっていうね、意味わかんないことが起きたんで、いけたんですけど、まあ頑張りたいと思いますね。さあ、エントマリ。エントマちゃんで HP は、あ、まあ若干組っていうところでしょうか。初手、罠駒だけはやめてください。よろしくお願いします。おーい、罠駒どころかベルグレーで。まあベルグレーで来たんだったら俺もアルカードで名刺交換とさせていただくんですけども、それでも強いですね。よいしょ。エントマちゃんね。まあエントマちゃん対面ね、リリティ割と腐るんですよ。ハエとか、マスティマとかユーハとか、あの辺がね、物理なんでね、あ、まあユーハは10日に、10日だったら特殊返せるんですけど、もう言うて出してる暇ないですね、今日の補正で。エントマちゃん対面の特殊ななんてね、正直出してる暇ないんで、今日はリリティ抜きでいいと思いますね。あー、その夏バラちゃん強い。魔術、神の守護者並みにする。レシェイ。ミサーツー。ミサーツーか、まあミサーツー打っとくか、よいしょ。ミサーツ打っといて、ね、まあ、貫通ないんでね、マナグリは。これでちょっと火力出しちゃいたいと思います。打たれたくないのはワナゴマかな。まあ、今日のせいだからリリティ入れてない可能性あるんだけどもね、相手も。リリティ入れてなかったらいいけど、うわー、それはマジでめんどくせえ。はい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 、まあ、作戦開始して、このニノロイってやばくない？マジでそいつぶっ壊れまだある。やめろって。オッケー、そこ来るね。まあ、これは、一回レニアードでこいつ取ってから、相手が根核組んだところにロックですね。よいしょ。とにかく逃げましょう。相手の動線をとにかく潰しながら逃げていく。逃げろ。逃げろ逃げろ。逃げるんだ。とにかく逃げるんだ。逃げ回れ。逃げ飛び回れ。今日のせいはもう、逃げです。逃げ。逃げでいいです。相当悩んでんな。あ、オッケー、このカートット美味しいよ。さあ、このカートットで一回芋ってくれるのマジで美味しくて、しかもこのカートット切った後の手駒ロックが、割りかし相手はいい感じになるんじゃないでしょうか。まだ夏バラ引いちゃったか、だからまあこれロック打つしかないですね。いやー、まあこっちかな。ここ正直俺こんなとこ打ちたくないけど、俺あんまこんなとこ打ちたくないんですけど、まあしゃあないですね。しゃあないしゃあない。ただこれ逆にアタッカー出る可能性高いよ。やめて。よいしょ。逆にアタッカー出る可能性あるよ。これロックっていうか、そのデバフから切ることにより、ロックからアタッカー狙ってる可能性が。ですよねー。知ってた。まあでも、しゃあない。で、ここ、いらっしゃい。トール引いていく。OK、でかいよ。で、これ、ロックからトール出せる状況だけ作っときたいから、エンネガから打ちつつんですけども、いや、これ耐えることお祈りしかないな。カウンタークラウンだったらどっちみち灰引かれてたら無理だな。だこっちかな。多分これかな。これで吸収入れるのが一番最善かな。これで一番ダメージ与えられて、まあ、灰引かれてたらしゃあないんで。いや、こうするしかないな。まあ、灰以外だったら、その S アタッカー以外だったら大丈夫かな。怖え、マナグリ。でも今、エントマでしょ。で、あいつ切ったでしょ。あいつ切った。メルダス切ってから S1 枚切ってるから。これで耐えてくれることお祈りですね。さあどうでしょうか。コンボ2倍強いんだよ、ブラジェ。オッケー、それトール出せるよ。トール出せる。今日の防戦はトールかビーナスかバイセが出ます。はい。オッケー、勝った。よし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 。なあグーラーはいはいはいつって、オッケー。危ねえ危ねえ。勝ちましたね。よしよしよし。オッケー、丸水さんです。オケマル水産でございます。よし、2連勝、いいね。言うて今日の補正メヒスト強いんじゃないでしょうか。ちょっとティターニアが活躍した感じは否めません。否めないっていうか、活躍してないんですけど、今のところね。活躍させます、今から。今から活躍させます。はい。ちゃんと引いて。初手ティターニアっていう、昔の殿下の宝刀の動きを再現するんだ、ここに。頼むぞ。ほい。ラニと。今日のせいラニか、珍しいな。はいはい、高校の。よっこいしょ。事故った。これ、トールバイセがちょっぱなから手駒にあるっていう、鬼の事故具合。おー。ちょっとこれは、バイセ切っちゃっていいですか、自分。なんか、ミサト嫌だわ。ミサト嫌だ。よいしょ。ほい。いやー、神だった。待って、これラニアレスじゃね？ラニアレスだろ、それ。
ラニからカミューとかもうアレスじゃん。やべえな。ってことはこれワナゴマめちゃくちゃ撃たれるから、普通に相性悪いな。まあまあ頑張りますか。あーまあそうですよね、ワナゴマ多いですよね。いやまあ引き見てから考えますよ。これはいらっしゃいませ、リッチ。これどうしようかな。ラニ、いやもうこっち行っちゃうか。このカミューコンボスキルないからな。よいしょ。さあこっち行っちゃって、で毒入れます。オッケー、このリッチ一旦優秀ですね。でオーラは引いてない。オッケー。さあここワナゴマ来るか。あーワナゴマ多いですよね。まあ考えましょう。あーデバフか。これデバフいきますか。このワナゴマ一回ちょっと様子見よう。オッケー。まあまあトールは普通にスキルの火力もなんかもね後々狙えるんで、ちょっと一旦ステイして、で6、あーでも6までやったんかな。てか今日のせい大丈夫、それラニ釣られない。俺6食っちゃうよ次のさ。うん、いやこれ取っちゃっていいんじゃないでしょうか。取っちゃっていい気がする。いやするか、決めてから。いやーそうだな。いやこれ割と悩むな、割と悩む、割と悩むな。これ F2 にロックで当てて通る左ウェックスはぶっちゃけロマン、ロマンはある。ロマン取るならそれだけど、いや俺やっぱりロマンやめな、やめます。ロマン怖い。ロマンって何、何ロマンって。知らん、俺そんな言葉知らん。ロマンなんて思い求めません、俺そんなの。安定取ります。今日のせい安定取ればいいです。相手の HP 削れば勝てるんだから、このゲームは。オッケー、置きくるみ。よし。ここで相手が置きくるみ打ってきたタイミングでロック打つことにより、相手のワナゴマを一旦遅らせたからの通る。オッケー、それでいこう。オッケー、これロック打つことにより、相手ワナゴマ出ないんでしょ。ハートレスロック。ロック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 。さあ、君の手駒に鍵をかけるぜ。何が出てくるんでしょうか。出されたくないのはヴィーナスですね。まあ、ヴィーナス来んなよ。マジで来んなよ。あ、金、いやー、この金屋のまま強いな。金屋の強いな。ちょっと待って、おつけ。でも今日はあれだ。あれが、あれがあれなんで、オーラ引いてないでしょ。オッケー、まだ耐えれないぞ。オッケー、もうこれ取れちゃいますよ。よいしょ。そう、アタック下がってるんでね、恐竜のアタック。もうこれも通る、こっち行っちゃって、もう削ります。さあ。そんな取ってる暇はない。たじろがないで。前に進むことだけ考えるんだ。前。前に進むんだ。オッケー、罠ごま来ます。で、これ、勝負者で取って、勝ちじゃないでしょうか。いらっしゃいませ。オッケー、ヴィーナス行っちゃったんでね。もうこれ、ヴィーナス行っちゃいます。よいしょ。オッケー、オッケー、オッケー。まあ、多分これ守護者でも勝ってるんですけど、てかティターニア手駒にこれ、まあ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 勝ちですね。よしよしウサギちゃんたちを邪魔しちゃダメだぶ。オーケー、いいですね。普通に勝ってる、普通に勝ててます。3連勝。うん、今日はねゴリメヒでいいかな普通に。まあ、言うて、暗流とか来たら嫌なんだけどな。まあ、でも暗流自体も結構ステータス下がってるところもあり、その上でこっちはティターニアとか入ってるんで、まあ全然、負けが確定するほどの相性でもないっていうか、まあ全然勝てる相手かなとは思ってるんですけど、言うて来てほしくはない。なんか、竜輪をもう初っ端から打たれたら、もうそれだけで、はぁ、クソデカため息って感じ。俺最近、カッツーさんっていう YouTuber の人、YouTuber なんですけど、あの人の動画見てて、なんかクソデカため息っていうのが口癖なんですよ、その人。なんかすごい面白いんで、よかったら見てください。さあ、はいはいはい。あ、タケノコ、おお、俺キノコ派なんですけど。俺キノコ派なんですけど。ふざけんな。キノコだろ、普通。かかってこい、よろしく。さあ、これ負けられない戦いがここに始まりましたね。うわー、この初手ロックで愛して釣れないの悲しい。悲しい、それは。悲しみせおるわ、それは。それ悲しみですわ。レニアズ。うわ、これどうしよっかな、割と悩む。あー、これ風車はちげえな。なり、でもね、この度になりバカ怖いけどな。もういいや、なり言っちゃうんですか。あ、待って、この、あ、ミスった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 、これ、あれじゃん。発動しない可能性あるじゃん。このレニアド。まあ、いっか。いや、これ C で、うわー、やったな、それは。それはやったよ、お前。それはなしだろう、なしだろう。おつけ。いや、これね、相手リリティだと思ってるはずなんで、これもう X いっちゃいます。X リッチ打っちゃいます。で、これで D2 に打たせてレニアと遊ばせましょう。それか、角打ってくる可能性はまああるんですけど、なんか D2、OK、D2 来るでしょ ?OK。読み通り。読み通りだけども、読み通りだけどきついな。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 おつけ。はい。まあ一回、舞ちゃんだな。これ舞ちゃん。マイダス。マイダス行きます。マイダス行って、イモルしかない。これ、ヴィーナス行かないとかだよ。てか、あとさ、ちょっと聞いてほしい話があってさ、俺、薬指に今、リング入っちゃってさ、ちょっとこれ取れないんだけど、助けてくんな、マジで。ちょっと待って、薬指のリング、痛すぎる。これ、マジで取れないんだけど。オッケー、ワナゴマ打たせて。はい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 。
それでおはようございます。でここビーナス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 ビーナあーまあ、クリピリですよね。さあ、ここ耐えるしかないよ。お願いします。マヒリ撃たれてますけど。いや、これ耐えるしかない、耐えるしかない。もう6個、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 事故る、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 事故ってくれ。頼む。そして、俺のリングも取れてくれ。あ、オッケー、取れそう。さあ、頼む。頼む、頼む、やめろ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 。二面返しあるけど、耐えて、お願い、お願い、お願い。あ、しょ、しょ、耐えていく、耐えていく、これ耐えていく。耐えるよな、オッケー。で、耐えていくけど、これ飛ばせなくない？やばい、やばくない？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 まあでも守護者か、この守護者強いよな、わかるわ。守護者に泣くのってマジであるんだよね。ってことでちょっと今日短めだったな、今日の動画な。マジで全然勝てんかったなって感じだったんですけど、まあタケノコ派の勝利ということでね、終わりたいと思います。いやちょっとティターニアもうちょっと活躍させたかったな。あーどうしよう、俺ちょっとティターニアの活躍少なかったかな今。いやでも最後打ってたんでね、どうしよう、サムネティターニアにするか悩んでたんですけど、どうしよう、ちょっと考えておくわ。ってことで今日はこの辺で終わります。普通に負けました。惜しかったですね。まあ言うていい勝負だったんじゃないでしょうか。まあ僕はキノコ派なんでね。負けたとはいえ俺キノコ派なんで。はい。面白かったという方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、意外とね、ちょっと最近30分とか40分の動画続いてたんで、これぐらいの時間の動画の方が、まあみんなも見やすいんじゃないかなって思いますんでね。よろしくお願いします。ということで終わります。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。